こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、私がネットビジネスに対して感じていることと、それからいろんな会社を経営してきて、で社員もたくさん雇ってきて、面接もね数限りなくやってきて、人を使って金を稼ぐってことについては失敗した私の経験も込みでですね、お金に関すること、仕事に関すること、何かお伝えできることがあればなと思ってだらだらと話していこうと思います。今日は1月10日の朝7時11分でございます。今日は成人式なのかな、昨日でしたかね。ちょっと私の時の成人式っていうのは確か1月15日とか、センター試験や共通一時期っていうね、そういう今言うと時代錯誤みたいな言葉がボンボン出てくるんですけども、私も50ですからね、振り返った時に自分の青春と今のそうですね成人の方をこう重ねていくと、もう全然違うことになっちゃうなっていうことがありますんで、私も自分の経験を振りかざすんじゃなくてね、今の方に受け取りやすいような伝え方をしていかなくちゃいけないなと日々反省するばかりでございます。それでまずね、お金に関して、お金が嫌いって言ってる人もいるんですけども、お金が嫌いな人はお金稼ぐことはできないですよね。私はお金に対してありがとうっていうふうな感謝の気持ちしかないんですよ。お金のおかげで人と出会えて、お金のおかげで月末に電気料金が払えて、お金のおかげで自分の望む美味しいものが食べれて、お金のおかげで親孝行ができて、お金のおかげで子供を持つことができました。で、お金のおかげで車をね、自分の好きな排気量の大きいやつを3台も4台も1人で同時期に所有ができる、そんな人生を過ごしています。今私がね、欲しいものって、はっきり言ってね、よーく考えないとないんですよ。というのが手に入れちゃってるからなんですよね。これも全部お金のおかげなんですよ。だからお金ありがとうなんですよね。で、あともう一つ、お金がない時に対してお金をどういうふうに感じたかっていうと、いやお金ってありがたかったんだなと思いましたね。金のせいで自分が不自由したなんて思わなかったです。お金のおかげで支払いができて、で支払いに対してお金がなければ支払いができないから金利がついちゃうわけですよね。督促も来るわけですよね。いや迷惑かけてるなと思いましたよ。だって当然入金するべき期日に私が払ってないんですよ。だからお金を受け取れると思っていた相手方の取引先の方は、それこそお金がなくなっちゃって、もしかしたら家族にね、本当は買ってあげないといけないのも買ってあげれなかったかもしれないし、月末の支払いが何かね遅れたかもしれない。つまり金がない人は新しい金がない人を作り続けるんですよ。その罪深さはあるんで、お金ってありがたいもんだなと。世の中のほとんどの問題はお金があることによって全部解決できちゃうと。金で解決するって言えばね、聞こえは悪いんですけども、お金さえもらえれば問題にしませんよっていう人が多いのも確かでしょう。じゃあ離婚ってどういうところで落としどころができるんでしょうか。感情の面もありますけども、単純にお金ですよね。慰謝料とかっていうのもありますしね、財産分与ってあるでしょ。結局は最終的に綺麗なこと言っても金で片をつけるしか私たちの浅はかな知恵では思いつかないんですよ。いやお金じゃなくてね、気持ちだっていうんだったら、その気持ちで1円も所得がない状態でね、家族を食わしてやればいいんですよ。多分できないと思いますよ。あとね、昔の経験、幼い頃にうちはお金があったからなかったからっていうのも責任転嫁のしすぎじゃないかなと思います。いや今の私の性格は、幼い頃にお金がなかった、生まれた時に家にお金がなかったから、だからできたんだって言ったら、それはね感情論になりますけども、ご両親にその言葉を聞かせてやってくださいよ。それこそね、血へどの出る思いで自分は食わずとも子供には少しでも楽をさせようと思って捻出した1円5円に対して、いやうちはお金がなかったからってだったらお前がやってみろって話じゃないですかね。偉そうに人のことを評価できるような金持ちなんですかと自分自身に突きつけてみるのも一つだと思うんですよ。むしろね、金がない状態でよくぞ自分を育ててくれましたっていうふうなことが言えないのかって思いますね。これは多くのね、かっこつけて、いや自分はお金に対してのマインドブロックが幼い頃にお金がなかったからなんですよっていう人に突きつけたいですよね。ほんでこういう人たちがいるから金がどんどん汚れていくんだと思うんですよ。でお金っていうのは世の中を便利にするために作られていて、場合によってはそれを汚く使うこともできますけども、じゃあ誰が汚くしてるのか。使う人、もしくはお金に対してそんなイメージを持ってる人でしょ。繰り返しますけど、私はお金がある時でもない時でも、いやお金ってありがたいなといつも思ってますよ。だから自分の考えが正しいというつもりはありませんけども、ただ私の立場からお金に感じている感情、そして今の現実の暮らしとこの動画を見てらっしゃる方のね、お金に対する感情と今の現状を比べてみると、まあ、どっちを選択するべきかってことはそれぞれ考えていただければいいと思います。この話をした上でね、いや、久保さんの言ってることは個人的な見解でしょ、僕は違いますよ、お金はやっぱり憎いんです、汚いんですっていうんだったらそれでもしょうがないと思います。お金に対する考え方が違うだけで私は人格までは否定しませんので、意見の違うこともあるんだなと、もしかしたら私の考え方がね、後々変わるかもしれませんから、それについては瞬間的な思考を持ってですね、生涯を縛るものでもないですし、全人格を確定するものではないと思ってますので、まあ、ただ単にね、たくさんある考えのうちの一つがもしかしたらあってはいなかったのかなって思うぐらいですよね。で、このお金を稼ぐってことに関して特別なことと思ってらっしゃる方もいますけども、なんでお金を稼がないといけないのかっていうのは当然ですけども、自分が使ってきたからなんですよね。まあ、例えば朝食を食べますよね。朝食って誰かがその食材を作ってくれてますよね。誰かがその食材を運んでくれてますよね。誰かがその食材を私たちの目の前に置いてくれてるわけなんですよ。だからおかげさまでできてるものをいただくときに支払いをしないで済むってことできますかね。電気だってそうですよ。それからスマホだってそうですよ。全てのものが多くの人が関わって自分の生命と時間を切り売りして作ってくれたものですよ。それに対してせめてお金を払いましょうっていう時にお金が稼げませんってことになると払えないでしょ。ただ乗りするんですかって話ですよ。それこそ人の人生を侮辱してることに私はなると思うんですよ。だから便利なものとかありがたいものを提供してくれた方には、まあ何もできないけどもお金ぐらいは払いましょう。じゃあお金は稼いでおかないといけないよねってことになるんですよ。じゃあ私たちがお金をなんで稼げるかっていうと、私たちの存在やその労働の対価に対して感謝してくれてる人がいるからなんですよ。でそれもですね、ありがとうで済む話じゃなくて、お金を払いたいほど感謝してる人がいるからなんですよね。中には大したサービスでもないものを騙し討ちみたいに売る人がいますけども、セールスの技術だけでね、まあ、そういう方に巻き込まれないようにするためにも、私もセールスのテクニックはお伝えしていこうと思います。なぜならセールスのテクニックを知ることによってね、自分はテクニックによって売られているのか買わされているのか、それとも自分が自発的にテクニックとは関係なく買おうとしているのかってことが見分けられるわけじゃないですか。宝くじを買ったことは私はあるんですけどもね、宝くじの最大の魅力はやっぱり億っていう金額が一夜にして手に入るかもしれないっていう風な期待に対してお金を払ってるんですよね。でその期待を大きくしようと思えば思うほど購入金額が高くなる。つまりは夢に高いお金を払ってるっていうことになるんですよ。ただこの夢に対する支払いの、上限っていうのは自分のお小遣いの範囲で決められてますので、なかなかね10万円分宝くじ買いましたっていう人はなかなかいないと思うんですよ。そして宝くじに対して当たるっていう夢に10万円を払える人、30万円を払える人、いろいろありますけども、こういう刹那的な夢にね大金を払える人っていうのはあんまりいないと思います。いなくていいと思います。いや、こういうふうなね運武天武任せの夢はギャンブルなんですよ。ギャンブルに大金を投じる人っていうのはなかなかうまくいくことはないんじゃないですか。でも狙って当てようと思えばギャンブルからどんどん遠のいていってロジックになってくるんですよ。どうやったら人は喜ぶのかな、どうやったら自分のところにその喜びがお金になって帰ってくるのかな。例えばモテない男性をモテるようにした、そのおかげでお金が入る、これはいいんじゃないですか。だってモテてない男性がね悩んで女の子と付き合いたい、できれば自分は45だけども19歳とか20歳とか21歳このぐらいの美味しい女性と付き合いたいと思った時に、まずはねその男性には若い女性との出会いの場がないんですよ。じゃあ出会いの場を提供しますよ、その代わり 5,000 円くださいね、喜んで払うんじゃないですか。5万円くださいね、それでも払うかもしれませんよね。だって自力でできないところを自力でできることは5万円稼ぐことなんですよ。でも例えば私が5万円もかけずに若い女性と知り合える場をもともとマーケットを持っていたとしたら、そこにですねこの男性なら5万円払っても価値を感じるなと思えば、はい5万円です、今日は3万円でいいですよこういうふうに安く感じさせることもできるんですよ。でも私としてはその場所に集まる女性にやっぱりねギャラも払いたいし、あとはその男性が3万円で集まる女性なのか10万円出さないと出会えない女性なのかっていう風な付加価値を感じさせるためにわざわざ金額を上げていくってこともあります。そうすると例えばね集まった女性に対してこの場に来るためにこの男性は15万払ったんだよと言えば、15万円を払える人なんだ。じゃあそれなりの気持ちと態度で臨まないとなっていうふうに女性のことも育むことができるんですよ。逆にですよ、今日の集会は3000円払った男性が来ますよって言ったら女性はどうですかね。3000円の男性が来るところなんだ。じゃあまあメイクもこのぐらいでいいかなと、まあ、おしゃれをそこまですることはないかな。だって3000円の人でしょってことになります。つまりは金額によって決められる価値っていうのは人の気持ちにまで変化を及ぼすってことだと思うんですよ。だから私たちのサービスには形はないけどもこう結果はついて回るんですよね。満足度が高かった、低かった、そういったものですよ。で、こういったことを日々考えていくのは私は楽しいことだと思うんですよ。例えばね、私はしませんけども、ロールプレイングゲームをするとするじゃないですか。スライムから倒していって、徐々にね、スケルトンになっていって、で、中ボスを倒して、ラスボスを倒す。自分の力量に合わせた経験値を積むフェーズっていうのがあるんですけども、いきなりラスボスが現れた。どうしますか？叶わないですよね。ラスボスがどんな攻撃をしてくるのかもわからないまま、ドカーンとやられてしまいます。これは何を意味するかっていうと、自分を育もうとしたらね、自分の力量に応じたフェーズの商品やサービスや助言を提供してくれるパートナーが必要だってことなんですよ。いわゆる師匠がね。でもその師匠があまりにもかけ離れたレベルの高いことをやってくれれば、商品の価格は高いけども、自分では受け取りきれませんってことになっちゃうでしょ。だからね、高ければいいってもんでもないんですよ。で、もっと言うと、商品を作る方は、高ければ高いほどカバーできるサービスのレベルが多種多様でなければいけないんですよ。それこそ小学校1年生が来たら小学校1年生の先生ができる。その力量に例えば高い費用を払ってもらう。で、同じ人がコーチするのに今度はね、大学教授みたいな人が生徒になる。それも対応できますっていうふうな対応の幅。相手に合わせて自分のこう提供するものを変えていくことができる。しかもね、嫌味なくですよ。適度に厳しく。こういったやる気のある人のやる気を壊さないように、モチベーションを冷まさないようにして、誘導していくサービスができますかと。それができる人は、おおよそどんな人でも導いていけるから、だからこそ、高いギャラを取ってもいいよねってことになるんですよ。でも、実績がバンバン上がる、そういう人であってもですね、そういうふうな、まあ、いわゆる先生であっても、そこそこできた人の実績をさらに上げる人もいればね、もともとできた人をただ紹介するだけで、この人はうちのコミュニティに入っている月収1億円の人ですよっていう風にして、コミュニティに入ったからその1億円ができたかのように錯覚させる人もいるわけなんですよ。もちろんそれはセールスの仕事としては間違ってませんけども、言ってみれば、塾の力でそうなったわけじゃなくて、その人、生徒さんが個人的にただね、当てただけっていうこともあり得るわけなんですよ。じゃあそこを私たちはどのように見抜いていくかってことも、この目利きの力なんですよね。これは、体験を積み重ねていくか、体験に勝る知識を得るしかないわけなんですよ。で、こういったことまで考えて、人を見て、木を見て、森を見ていくっていう行動が、まあ、いわゆるね、勘違いしない、悪い言い方すれば騙されないための方法なわけなんですよ。じゃあ、こういうことを身につけるのに、1日は2日でできますかと。例えば、総合プロデュースっていうオーダーがありますけども、総合プロデュースっていうと、その人の人生や深層心理まで探っていかなければ、なかなかプロデュースはできません。そうなるとね、これは数ヶ月とか数年がかりのプロジェクトになってくるわけなんですよ。それこそ、はい、総合プロデュースです。できました、テンプレです。この通りやってくださいっていうものがないんですよ。それは。だって、プロデュースされたい人が、依頼者の方がどんな人間か、どんな背景を背負ってるのか、誰との関係を持っていて、どこまでは無理ができて、どこからはどうしてもやってはいけないことがあるのかってことがわからないわけですよね。だからこそ、自分の間違ったかもしれない抵抗感とか、それから今後やっていけそうな許容範囲、こういったものを掴んでいき、人々の変化に合わせて、その人の変化に合わせて対応を変えていくような力量が求められていくんですよ。まあそうなると、そのサービスっていうのはとても低価格でできるものではないですよね。なぜなら、そのサービスを提供しようとする人の人生が失われてしまう期間ができてくるわけなんですよ。じゃあそこも補填しないといけないってことを考えると、安いものはやっぱり安いんですよ。大した変化は起きないんですよ。もちろん安いものは取り組みやすいですけどもね。でも安いもので成功しようと思うと、安いものから咀嚼して展開して受信できて利用できる本人の力量がむちゃくちゃないといけないんですよ。そうなると私は今ね、無料のものから有料のものを作り変える、まあ、そういった付加価値を提供していったりとか、付加価値を取り出す力はありますけども、大抵の人にはこれありませんからね。ないからこそ月収がとどまるわけなんですよ。そして一発逆転で、例えばネットビジネスでも何でもいいんですけども、稼げるのはそうなマーケットに来ても簡単に駆逐されて元通りの月収20万30万の暮らしに戻っていくんですよね。じゃあなんで月収20万30万の暮らしに戻っていくかっていうと、だって稼げる世界に入ってきたとしてもその人が稼げないから、月収20万30万ですら維持できないわけですよ。そうなると相対的に考えて、ああこれはサラリーマンの方がいいかなっていうふうに金額で値踏みするんですよ。でも私は思いますけど、サラリーマン10年やってきて給料を10万上げることは困難だと思います。でもネットビジネスを10年やってきて自分の売り上げを1億円上げることは可能なんですよ。どっちの道を行くんですかってことになってきますよね。どっちを目指すんですかってことになります。だってお金はありがたいものなんですよ。お金は迷惑なものでも何でもありません。逆に言うと、お金で買えないものって何ですか？それは人柄、家柄、人格、こういったものによって選別されて、あなたには売ってあげてもいいよ。でもあなたには売ってあげない。なんで金出すのに売ってくれないの？気に入らないもん。身分が低いもん。こういうことを言われるわけですよ。ルイ・ヴィトンの新作っていうのは、マーケットに出てきません。なんでかっていうと、ルイ・ヴィトンで毎月5000万ぐらい買う人に対してだけ、その商品が紹介されるからなんですよ。ルイ・ヴィトンの特別室に呼ばれて、そこで買い物をするような身分の人ですよ。で、そこで新作っていうのは、最初から売れてマーケットに出てこないんですよ。マーケットに出るってことは、それを購入した方が何らかの形でマーケットで流す。しかも、プレミアムで流しますよね。1000万で買ったものが、なぜか2500万で出るんですよ。だから金持ちが先行者利益を得るっていう形もここにもあるんですよね。まあ、それと同じように私たちもね、結局稼げるマーケットに来たからといって稼げるわけでもないんですよ。私たちが同じルイ・ヴィトンでも買えるのは5万円のキーホルダーぐらいなんですよ。でもキーホルダーでも5万円なんですよ。じゃあどうやってスーツを買うんですかと。紹介すらされませんよ。こういうふうにね、身分によってあなたには売ってあげる、あなたに売ってあげないってものが実はあるのが誠実な形だと思います。でもマーケットには誰にでも売ってあげます。その代わり買った人の自己責任でねっていうふうに、値踏みもできない人に対して、もうあたかも高級品のようなものを売ってくる人もいるんですよ。だから用心してください。あなたはこの商品を手にするくらいのすごい人なんですよっていうふうなセールス文句に負けないと。自分の価値を正確に見抜いて、自分にはまだ身の丈が合っていませんよ。でも、いつかは手に入れたいですよね。っていうものも存在するってことなんですよ。いや、こういうふうに言うとね、キリがないんですけども、今回いろいろと貨幣感とか仕事のことについてちょびっとだけお話ししましたが、ここまででもね、トークがつなげるかどうかっていうのも一つの力量なわけなんですよ。まだまだ続けられますよ。ただもうね、大和くんが起きてくる時間なんでこの辺で終わっていきたいと思いますけどもね。今日は雑談に付き合っていただきましてありがとうございました。ただこの雑談の中から金持ちになるようなね、そんな双葉、三つ葉を、そして四つ葉のクローバーを摘み取ることができれば、あなたも私たちと同じように、まあそこそこの金持ちになることができますね。偉そうに言うわけではないんですけども、本当にね、悲願でいては金持ちになれませんよ。で、金持ちになることをもう軽く考えていたら、これも金持ちになりません。なぜなら金持ちになるってことは、それだけの人の役に立つってことなんですよ。ね、だから役に立たない人にはお金が集まんない。これをね、悔しいけども認めるしかないんですよ。で、私たちはビジネス以外に人の役に立つことはたくさんできます。例えば、家族の役に立つこと、いくらでもできますよね。でも家族は給料くれないんですよ。だから、家族にとってありがたいなと思うことをちょっとアレンジして、家族じゃない人に有料で提供してみてほしいんですよ。それこそ家族に提供するぐらいの愛情を持ってね。そうすればビジネスはうまくいきます。だって、ビジネスで世の中できてますからね。世のため、人のためって考えてる人がビジネスをしている。私は結構救いだと思うんですけどもね。じゃあ今回は以上でございます。